皆さんこんにちは、ゆいチャンネルです。今週末のイベント紹介です。まず金曜日です。金曜日はじゃらん、クロスマウンテンプレゼンツネザーランズジャパンナイトです。久しぶりのクロスマウンテンチームのオーガナイズになります。ゲストが、このタイトルにもあるんですが、ネザーランズ、オランダですよ、オランダですね、オランダより、シークレットシネマ、あのシテルネ卓球、石野卓球さんのテクノパーティーシテルネにも出演しているシークレットシネマと、あとエグバート、すごい背が高い人なんですけどの、バックトゥーバックスペシャルライブとなります。で、迎え撃つ、日本勢として栄持さんと、あとクロスマウンテンの、レジデントでもあるドクターシンゴさんが、これまたバックトゥーバックスペシャルライブで、迎え撃ちます。で、VIP フロアでは、あの私の大好きなあのアーティスト、日本で一番好きかもしれないんですけど、米子さんが出ます。私これすっごい楽しみにしてます。はい、続きまして、土曜日なんですが、ちょっと少々お待ちください、音が止まってしまって。はい、土曜日です。土曜日がこれまた私の大好きなクルーのバージなんですが、チャラン、ラスト東京フィフスアニバーサリーです。で、この騒がしい感じ、皆さんお分かりでしょうか。はい、今日は、ラフト、東京より、ティモさんと、クルーのヤスコさんに来てもらってます。こんにちは、こんにちは、こんばんは。今日はわざわざありがとうございます。あ、私が後ろに下がるのでいいのね。です。で、まず、今回なんですが5周年ということで、ゲスト、海外ゲストがドドンと3名ます。ローマン・フルーゲル、エフ・ダミン、あった、どのアーティストも一人でこのメインラインナップになるようなアーティストが、来ます。で、日本勢も負けてません。ラフト、はい、東京アーティスト陣、はい、まあティモちゃんをはじめとしたアーティスト陣を筆頭に、トレスバイブスのビゲさんだったり、ステレオシティさんなど、もう超豪華です。はい、あと VIP に出演する今回、大月さとし、大月さんなんですけど、ね、あの今回バースデーということで、あの、イエーイ、当日ではないんだけど、そう、ちょっと前後したんですけど、この日にみんなでお祝いをするので、あの皆さんぜひ、あの集まってお祝いしてください。はい、で、あのなんか当日ね、はい、ちゃんお客さんにプレゼントが、当日は、ラフトレジデント4人のミックスが入ったシリコンバンドを先着100名様にプレゼントします。はい、こんな感じになってます。かわいい。100名様限定なので早めに来てください。ね、色ももうその場でこうどんどんなくなっちゃう、どんどんなくなっちゃう、先着で3色あるんで。何ギガですか？2ギガです。なんと2ギガです。2ギガです。ぜひもらいに来てください。はい、で、あと、まあ、音以外にも、音楽以外にも、はい、そうなんです。見どころが。ラフトの、はい、専属のフォトグラファーの、ジロケンこと、ケンジロ君が、今回のために、まあ、5年間にわたるラフトの、ちょっと軌跡を取り続けたものだったりとか、はい、まあ、東京っていうものを、ちょっと表現する、っていう、ちょっとフォトエキシビジョンを、今回、ちょっと、あの、ウームさんの中に、はい、ちょっと仕掛けてますので、それもぜひ楽しみにしてください。 VIP フロアのところなんですか？まあ入ってからこう上に上がっていくっていう、ちょっとお楽しみな企画になっているので、はい、そこはちょっといろんなところを探してもらって、はい、見つけてください。はい、了解しました。で、今回で実は5周年なんですが、はい、それと同時に活動がちょっと一旦休止ということで。これはティモちゃんですか？あ、僕のせいではないですね。そこは危ないから、マジでちょっとあんまりちょっと俺は違うっていうね。はい、ここはちょっといろいろおめでたい、あのご報告もあったりで、実は、ね、ここに4人いるっていう、はい、そうなんです。ここもう一人いますということもあり、ちょっと一度今回をもって、まあ、活動休止という形で、はい、まあ、休止なので、うん、アーティスト、まあ、僕ら DJ 陣だったりとかは、そうですね、次々と活躍は続けていくので、はい、ぜひそこも持って応援してください。ちょっといけない絵が見える。ね、
まあそんな感じであの、はい、活動休止前最後ですけど、もう多分すごくもうアーティストもすごく豪華だし、まあね、海外からも日本人勢もすごく豪華だし、もうすごいね、あのラフトクルーはファミリー的な感じで、あったかいファミリーだから、はい、もう多分雰囲気だけでもすごく楽しめると思うので、うんですね、はいはい、来たことない人ももちろん来たことある人も皆さんぜひ、はい、遊びに来てください、はい、はい、そんな感じです。一言大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫ですか？まあ、続きは土曜日ということで、はいはい、本当最後、うん、まあ、最後っていうわけではないんですけど5周年っていうこともあるっていうので、本当にちょっと豪華なアーティスト陣、はい、海外から3名いらっしゃったりとか、日本のもう僕らが今までお世話になってきた方だったりとか、かっこいい、まあ、先輩方仲間がまあ全員集まって、まあ、さらにそういうアーティストじゃなくて演出できる、リアルロックデザインですとか、あかりやさん、うちの、まあ、キャンドルアーティスト、ケンジロ、いろんな人がもう全て振り絞って出し切ったパーティーで、いいグループになると思うので、ぜひ皆さん、初めから、これも先着100名で、多分開始と同時になくなってしまうんで、ぜひお早めに来てください。私はピンクがいいな。白がいい。じゃあ俺見て。はい、では当日土曜日、はい、心よりお待ちしております。お待ちしてます。皆さん楽しみましょう。最後すごい喋ったね、ここぞとの場合。